ダスティン・ランス・ブラックは、アメリカ合衆国の脚本家、映画監督、テレビプロデューサー、LGBT 活動家。テレビドラマ、ビッグ・ラブで、全米脚本家組合賞を2度受賞したほか、2008年の映画、ミルクでアカデミー脚本賞を受賞している。カリフォルニア州サクラメントに生まれ、テキサス州サンアントニオのモルモン教の家庭に育つ。後に、 母親の再婚に伴ってカリフォルニア州サリナスに引っ越した。父親はモルモン教の宣教師で、ブラックの母は彼に洗礼を受けた。モルモン教文化と軍事基地に囲まれて育ったために、ブラックは自身のセクシュアリティに悩んだ。6、7歳で近所の少年に母情を感じた時には、自分は地獄に行くんだ。もしそれを認めてしまえば、 ひどく傷つくことになるだろうと自分に言い聞かせた。セクシュアリティに対する確信によりブラックは打ち気になり、自殺を考えることもあった。初めてゲイであるとカミングアウトをしたのは、大学4年の時だった。ノースサリナス高校に在学中、サリナスやモントレーデザウエスターンステージの舞台に立った。 カリフォルニア大学ロサンゼルス校の演劇映画テレビ学部に進み舞台演出の訓練を受けながら俳優や照明の仕事を得た1996年優等賞を得て学部を卒業した2008年6月29日集会でスピーチするブラック2000年 脚本と監督を務めた長編映画ザ・ジャーニー・オブ・ジャリッド・プリンスと短編サムシングクローズ・ツーヘブンを発表ミュージカルベアでは舞台美術を務めた2001年にはブラック自身を含む6人の芸男性のネバダ州への旅とバーーニングマンでの体験を記録したドキュメンタリーオン・ザ・バスを監督したモルモン京都として育ったことから 一夫多妻家庭を描いた HBO ドラマビッグラブの脚本に参加した。シーズン1から3までに脚本を寄せ、シーズン2ではエグゼクティブストーリーエディター、シーズン3では共同プロデューサーを務めた。ブラックがサンフランシスコを初めて訪れたのは1990年代初頭、エイズがゲイコミュニティを壊滅させていた時代だった。 ハービーの話は当時そこであったほとんど唯一の希望の持てる話だったとブラックは後に語っている。大学在学中にロブ・エプスタインのドキュメンタリー、ハーベー・ミルクを初めて鑑賞した。ミルクの助手だったクリーブ・ジョーンズ、アンクローネンバーグや元サンフランシスコ市長、アート・アグノスに会うなどして3年間にわたり、ハービー・ミルクの人生を調べ、ミルクの人生を 総括的に描いた長編映画用の脚本を書き下ろした。脚本がジョーンズを通じてガス版、サントの手に渡ると、バンサントは監督の契約を結んだ。ブラックの旧友ダンジンクスが最初にプロデューサーについた。エイズアクティビストでリアリティ番組タレントのペドロ・ザ・モーラの人生を描いた。ペドロは2008年のトロント国際映画祭で披露された。 ジェニファー・コネリー主演の What's Long with Virginia は、ブラックが脚本と監督を務め、これも2010年のトロント国際映画祭で披露された。2009年2月22日、ブラックはミルクで第81回アカデミー賞脚本賞を受賞した。受賞式で彼は結婚の平等を求める運動への結束を象徴する白いリボンの結び目をつけ、 スピーチで次のように述べた。2009年10月11日、ブラックはワシントン DC で行われた LGBT の平等を求める更新に参加し、議会議事堂の前で推定20万人の聴衆に向けてスピーチを行った。2010年には同性結婚を禁止するカリフォルニア州憲法改正案への末日性とイエス・キリスト教会の関与を描いたドキュメンタリー。 8. ザ・モルモンプロポジションのナレーションを務めた。ブラックは、サンフランシスコで同作のグラッドメディアアワード、最優秀ドキュメンタリー賞の受賞に際し、モルモン協会の差別を怖高に批判した上で、協会の LGBT に対して包摂的になるという、方針を伝えた。2011年公開のクリント・イーストウッドが、監督し、ジョン・エドガー・フーバーを描いた、電気映画、 J. イ・エドガーで脚本を担当した。2011年には、同性結婚の下費をめぐって争われたカリフォルニア州、提案8号裁判を主題とする芝居、8を執筆した。本作のロサンゼルスでのリーディング公演には、ジョージ・クルーニーや、ブラッド・ピットなどが出演した。2009年6月20日、ニューヨークの LGBT プライドで、 アドボケート2009年6から7月号はブラックを表紙に飾り影響力のあるオープンリーゲーの人物の最初に挙げた。2009年6月、ブラックがコンドームなしのセックスに及んでいる写真がインターネットのゴシップコラムニストペレス・ヒルトンによって公開された。ブラックは発表した声明で個人や 他の外部の団体が明らかにプライベートなもので利益を得ようとしているのは残念だと述べた。この声明は責任ある性行為の重要性をも強調することとなった。ブラックは2009年7月23日写真を不法に取得し無断で配信しプライバシーと著作権を侵害したとして画像仲介業者スタースライフに300万ドルの損害賠償と 写真によって会社が得た利益を要求する訴訟を起こした。ブラックは2013年春からイギリス人アスリートで男子飛び込み選手、トーマス・デイリーと交際を始めた。二人の関係はデイリーが YouTube で男性と交際していると発言した映像を投稿した2014年5月に公になった。2015年、かねてから交際していた。 トーマス・デイリーとの婚約を発表。発表はタイムズ紙慶長欄に告知での発表だった。2018年6月27日には彼らの第一子で長男のロバート・ロビー・レイ・ブラック・マイナス・デイリーが誕生した。ありがとうございます。